大好物。真夏の暑い日には塩飴。神田日和の山美です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今からですね、兵庫ブルサンダースっていう三田市を拠点にしている、独立リーグの野球の球団があるんですけど、トキ知ってます？知ってます、もちろん。お、知ってますか？あの井川選手がいたとこですね。そうそうそう、昔何年か前在籍してらっしゃって、はい、その兵庫ブルサンダースの練習の現場にちょっと今からお邪魔したいなというふうに思ってます。うん、はい、で、なんでいきなりね、そんな練習の現場に行くのかっていうことなんですけど、あの私ですね、実はこういうね、見えるかな、ブルサン通信っていう、ほうほう、はい、この一枚物のペーパーなんですけど、こういうのを実は作っておりまして、はい、で、これも前回あのせいやさんっていうあのトップバッターで今大活躍してる選手をあの取り上げさせてもらったんですけど、まあ、こんな感じでちょっと練習の現場にお邪魔して、であの選手にインタビューしてっていうことを今日やろうかなというふうに思ってます。あ、ちなみにこれあの表面がね、こうやって、ブルーサンダースの選手の話が載ってて、で裏面は僕がやってるサンダー日和の情報、うん、この号はちょっとラーメン特集ってやったんですけど、まあ毎号ちょっと趣向を変えてやってます。で今度は8月30日にこれ8あの9月号が出ますんで、まあ、今日はそのインタビューに行くんですけど、基本的には読売新聞の新聞折り込みに入るんですよ。まあ、あとそのキッピースタジアムとかで試合がある時にはあの割ってもらったりとかしてると思うので、まあ、もし見かけたらぜひ手に取ってみてください。はい、という感じで暑いんで早速行ってきたいと思います。行きましょう。練習に行ったりとか、うん、あとはなんか流通センターでしたっけ、そこの中にもなんかそういう野球場、ちょっとした野球場みたいなのがあって、そこでやったりとか。え、本拠地はどこなんですか？本拠地はあの三田の城山公園にあるキッピースタジアム、はいはい、キッピースタジアム、キッピースタジアムっていう通称になるのかな。本名なんていうの、本当の名前の正式名称は城山公園球場とか、なんか多分そんなニュアンスの名前だと思うんですけど。動画的には来たら面白いんでしょうね。動画的にはね、確かに。ただね、これクラスタービライザー持っててもね、バランスがめっちゃ揺れる。画面ずっと見てたら寄ってきた。いい天気。いい天気だけどさ、うん、暑すぎるよね。いや、爽やかな絵が撮れるで、これ夏、線が入ってるから夏、夏っすね。休憩してんすか？え？暑いな。休憩してないよ。休憩してない。あ、何してたんすか、じゃあ。え？もう僕も守備練習してましたね。ポジションどこですか？ポジションは、どこやろ。ベンチですけど。ベンチかい。はい、夏の暑い日に、あくやつ。ちょっと商品名はやめてもらっていいですか？ほんまですか？著作権が。よいしょ。よーっ。ちょっとあの山崎監督に来ていただいたので、少しだけお話しさせてください。よろしくお願いします。7月、まあ、終わって、首位で。そうですね。ターンまあ、そうですね。はい。今のところ、はい。今、チームの状態って？うん、まあ、その、なんていうんですか。まあ、思ってた通り。今のところはそういうのか、うんうんうん、ね、思ってた通りに戦いができてるなって感じですね。
開幕して、今13勝7敗、3引き分けと、うん、まあ成績見ても分かるように6割勝率で言ったら6割から6割5分の間をキープできてるなっていうのは、やっぱり投打のバランスがすごいいいですよね。でやっぱしその1試合1試合のゲームの内容も先制して中押しダメ押しというふうに、すごい、こうなんていうんですかね、勝てるチームの戦いをしていると思います。まあそれだけ選手個々の能力が高いっていうところにあるとは思うんですけど、まあピッチャーの防御率もさ、まあまあそれ、まあそのリーグがトップではないと思いますけど、まあ打線の方はチーム打率も2割8分3厘ありますし、うん、高いですね。はい、おかげさまで、まあチームの得点力も一番高いと思います。うんうんうん、ちょうど、折り返した時点ですけど、はい、まあ、あと残り半分ですね、うん、まあ、これからちょっと大変、まあ、暑くなってきてね、8月がね、連戦と3連戦、2連戦と連戦が続くもんでですね、暑い中、まあ、選手大変でしょうけど、ね、うんうん、ここをひと踏ん張りしてもらわなかったら、また10月にはね、優勝できないことになったらいかんので、そうですね、はい、ここを気を引き締めて、うんうん、一戦一戦戦ってもらわなきゃいかんと。今これ動画で YouTube で、はい、流そうとしてるんですけど、ブルーサンダースのファンの方だったり、はいはいはい、サンダーらへんにこうお住まいの方とか、はいはいはい、結構まあ見てくれるかなと思ってるので、何かファンの方に一言何か、はい、いつも応援ありがとうございます。自分も、2年張られてまして、今年また、兵庫のブルーサンダースの方でお世話になることになりました。自分が、まあ、帰ってきた以上ってのはおかしいですけど、まあ今年も優勝できるように、選手と共に戦っていきますので、まだ、時間の許す限り、キッピースタジオまで足を運んでいただきまして、選手に元気を飛ばしていただけるようによろしくお願いします。頑張りますのでよろしくお願いします。はい、熱い中、はい、ありがとうございます。はいはい、頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。まず基本的なプロフィールというか、はい、っていうちょっとご質問させてもらえたらと思うんですけど、はい、高井さんが兵庫県出身。兵庫県です。兵庫県のどこ出身？三木市です。あ、じゃあ近いんですね。はい、割と。で、今20歳。20歳です。あ、若いですね。高校は？高校は明石商業です。明石商業。はい。あ、明石商業、今。今日決勝の、ね、高校野球で。はい。いいとこ行って、もう決勝で行ってるんですよ。今日も決勝ですね。はい、もうこんなんほっといて見に行きたいです。終わったら見に行こうかな。今弟が出てるんで。あ、はい、年齢的には一緒にやったぐらいの選手が。3年と1年で被りました、ね。ですよね。あ、じゃあなおさらちょっと見に行きたいな。めっちゃ見に行きたい。高校時代は外野手 で、はい、で、関西国際大学。はい、こちらは、この時も外野手で、その時はピッチャーで行きました。はい、はいはいはい。で、中退されてるということなんですけど、はい、何かこう経緯があってそうですか？いや、まあ、環境と言いますか、ね、自分に合わなかったし、ね、はい、なるほど。で、そこからブルーサンダースですか？そうですね。なるほど。で、そこではもう、じゃあ大学の時にやり始めたピッチャーで行こうかなみたいな。はい、そうですね。で、今シーズンなんですけど、はい、今までこう無傷の7連勝、はい、調子いいですよね。なんかこう好調の要因っていうか、自己自身で何がこうなってるんですか？まあ、全部開き直りというか、まあ、投げてて調子悪いなって思ってても、まあ、調子悪いなりにどう投げるかっていうのは考えて、はい、まあ悪い方向に考えて全部開き直って投げてたら、まあ試合は作れるかな。基本的にその岡田さんの投球スタイルっていうか、はい、こう売りというか、どんなところですか？まあ、日によってはまあ変わると思うんですけど、今日は打たしていこうかな、今日は三振狙いにいこうかな。ご自身の調子によってちょっと変えてるとか、はい、なんか今プロ野球で好きな選手とか、はい、こうなんか
目標にしてる選手とか、選手っていらっしゃいます？松本航さんですか、西武の今年ドラフト1位で入った人、はい、高校の時の後輩になった、後輩って先輩なんで、あ、そうなんですね、はい、入れ替わりなんですけど、じゃあ高校の時から憧れの、そうですね、中学校の時見に行った試合で三振20個取ってたんで、すごいですね、すごいなと思って、練習のない日というか、まあ、試合も何もなくて、はい、昨日とかオフだったと思うんですけど、はい、オフの日ってどんな感じですか？そうですね、昨日は、まあ、準決勝があったんで、あ、はいはい、それ見に行って、まあ、何もない日は基本友達と釣り行ったりとかですかね、うん、釣り行ったり、まあ、バイトとか、バイトあったらバイト行きます、うん、はい、ちなみにバイトはどちらで？まあ、ミキのいきなりステーキでバイトしてます、ね、ミキにいきなりステーキ、はい、そっかそっか、あ、もう今ミキからこう、ミキから、はい、ご実家から通ってる感じ、はい、仲のいい選手、仲のいい選手誰ですか？僕は小山さんと浅川さんと松浦さん、それは なんでそう仲いいとか、なんでですかね、いつもなんか一緒に いてるんで最後なんですけど、はい、ファンに向けて、まあ、残り折り返しぐらいだったと思うんですし、はい、何か意気込みというかメッセージみたいなのがあれば、今の目標はやっぱり井川さんが11勝0敗でシーズン終わったんで、うん、12勝0敗で終われるように、いいですね、頑張ります、いけそうですよね、けど、はい、うん、そのままで、まあ、調子で頑張りたいし、後輩たちにも負けないように、はい、はい、分かりました、応援してますんで、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様です、久しぶりです、久しぶりです、久しぶりです、いや、いやちょっと動画撮ってるんですね、微妙ですか、本当に一位です、このサングラスが、ね、いつもいいな、これですか、はい、いいですか、これかっこいいな、そうっすよね、はい、そうっすよねあのファンにメッセージもらっていいですか、ファンにメッセージ、ファン、ブルさんファン、勝負さんファン、そうっすね、そうちゃん、そうちゃん、最近ちょっとあんま試合出てないですけど、あと残り少しでも多く出れるようにして頑張ります。結果残して試合出ます。出てください。はい、ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。無理。ありがとうございます。大好物。真夏の暑い日には塩飴。これ YouTube 流れますけど大丈夫ですか？流してください。流してください。お名前、注目です。こんな感じで、ブルサン通信、8月末30日やったかな、金曜日にあの発行されますので、ぜひ見てください。はい、あとあの、さっき山崎監督も言ってましたけど、こんな、ね、暑い中、選手は頑張って練習して、いいパフォーマンス出そうとしてますので、まあ、時間があればね、あのぜひ球場にも行って応援してあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひ動画のいいねとチャンネルの高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。